はい、こんにちは。セレモニーよりの大塚でございます。本日はですね、私どもで葬儀をしていただいた、実際の、していただいたお客様にですね、お越しいただいて、簡単な質問をね、させていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。鈴木さんですよね、はい、私ども事務所から本当すぐ近所のお客様です。で、一昨年でしたかね、はい、一昨年の1月にお父様がお亡くなりになって、私どもで葬儀をしていただいたんですが、率直にお聞きしますけれども、はい、私どもで葬儀をしていただいた理由といいますか、はい、それをちょっとお聞かせいただきたいんですが、はい、はい、もともとというか、知り合う機会があって、そうですよね、はい、お仕事されてるのは知ってたので、はい、それでちょっと、おじが亡くなったのも急というか、病院に入院はしてたけれども、はい、その時にパッと思い浮かんで、すぐ連絡させてもらって対応してもらいました。はい、ありがとうございました。はい、で、鈴木さんはその、この地域 の、 その、いわゆる介護施設で、仕事されていて、つながりも、ね、結構あるということで、頻繁にまたお目にかかる機会もあるんですけど、本当その説はお世話になりました。いやいや、こちらこそありがとうございました。はい、で、実際やってみていただいた感想といいますかね、はい、今更なんですけど、ちょっとそれを聞かせていただいて、はい、はい、自分も慌てちゃったり、いろいろあった中で、いろいろフォローしてもらったり、はい、いろいろ、こうやってもらえたので、私ら遺族としては、安心して、はい、お任せして、無事に葬儀を執り行うことができたので、はい、とても助かりました。どうもありがとうございます。はい、で、今後ともね、近いということで、いろんな意味でその施設と葬儀社の連携のようなこともですね、視野に入れながらちょっと仕事していきたいと思っていますので、はい、今後ともよろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。